どうもタッカーです。栄冠ナインやっていきましょう。夏の初戦からになりますね。先にちょっと新しい新入生ね、少し名前決めたので、その紹介と合わせて、今回の夏の大会のねオーダーも紹介していきたいと思います。ということで、まずちょっとオーダーからいきましょうかね。1番がウサインボルトですね。走力 B まで上がってまして、まあ、盗塁 A、そしてバント丸、内野安打丸っていうね、内野安打丸内野安打丸持ってるので、もう1番でね、出塁したらもう足でかき回してくれたらなっていうね、ちょっと期待はしたいところではありますね。そして2番に泉口ですね。バント丸持ち、そして威圧感も持ってるので、確か威圧感ってその自分と、あと一つ前の選手、打順の一つ前の選手にもいい影響をなんか及ぼすっていうのを聞いたことがあるので、まあそういう意味ではウサイン・ボルトにとってもまあいい影響が出るっていうか、まあなので多分出塁しやすくなったりとか、まあ多分能力が、相手のピッチャーの能力が多分下がるのかなとかなんで、まあヒット出やすかったり出塁しやすい感じになると思うんで、うん、ここでちょっとそういう風なね、働きもできたらかなと思ってます。そして、3番に宇佐美ですね。結構まあ、打撃も上がってきてくれているので、まあ、ちょっとね、打率が2割3分5厘、そこまでこう、いい働きを今のところそこまでないんですけどね、そこまでは。ただ、まあ、能力的な部分も含めて、ちょっと期待を込めてね、3番にしてみました。で、4番はね、変わらず大城ですね。はい。もう少しでパワーがね、B になるところですね。弾道3まで上げてます。そして5番に、今年のね、新入生の金本、転生 OB ですね。はい。で、この選手もね、威圧感持ってますので、ちょうどこのね、大城にいい、こう、なんだろう、効果をね、期待できるかなというところで5番にしました。そして6番にエムバペですね。はい。結構いい感じで育ってきているし、ミートも C まで上がったので、結構期待できるかなと思ってます。打率も2割7分3厘結構、まあ、チームの中では、ね、比較的いい方かなと思うので期待していきたいと思います。7番に食物連鎖にしております。今までねちーちゃんっていう選手がセカンド守ってたんですけど、結構ねなんだかんだ育ててったら守備がね結構上がっていい感じで上がってきたので、思い切ってねセカンドにコンバートをさせて、で今、パワー上げてるかな、ミートがもう少しで C になるので、その段階でもうパワーに切り替えて今パワーをね上げてるって感じです。結構だから守備系に関しては比較的安心できるかなと思ってますね。さあそして8番は国防ですね。はい。で、9番桑田です。シュート2まで上がって、これは今3に上げようとしているところですね。はい。で、ベンチ入りのピッチャーが上田ですね。H スライダーとドロップカーブが変化量が4ずつで150キロという感じで、いい感じのね、セットアッパーとして期待してます。そして、妙井美奈ですね。はい。現在、新しい変化球を確か覚えようとさせてたかなと思います。なので、まあ、それがね、いつ覚えるかにもよりますけど、それを覚えてね、ちょっと打たれやすくなるのもちょっと嫌かなと思うんですけど、まあ、ちょっとそこはね、まあ、様子見ですね。はい、そして、マッキューですね。この選手は、まあ、ピッチャーではなくね、野手として、特にまあ、ダイソーとのね、ダイソー要員として、使っていきたいのかなと思ってます。さあ、そして、先ほど紹介したちーちゃんを、今回はちょっとベンチ入りにさせています。まあ、ミートが高いので、どこかのタイミングで代打を出せたりとかね、できたらいいかなと思ってます。そして、深次郎ですね。この選手も前まではレギュラーで使ってたんですけど、ちょっとね、打率が、思ったほどこう上がってこないっていうのもあるので、ちょっとここはね、まあ、金本も1年生として転生 OB で入ってきてますので、ちょっとこの選手をね、控えに回してます。そしてシュネルですね。相変わらず総力上げてます。とりあえず A までね上がったらちょっと他の能力も上げようかなと思ってます。そして長野ですね。はい。そして、ここから1年生です。まず1人目が小山みやびにしました。しかも着物着てるバージョンっていうのかな、着物浴衣かな、うん、着てるバージョンです。で、この選手、送球がいいので、将来的にはショートを守らせたいかなと思ってるんですけど、なんだろうな、ショートって結構運動量が
まあ、多いポジションかなと思うんですけど、こう浴衣とかこう着物みたいの着ながらショートを守らせるっていうね、こうなかなか普通では難しいかなと思ったんで、逆に面白いかなと思ったんで、はい、まあ、ちょうどね、女性女の子キャラ、うん、欲しいかなと思ってたんで、はい、この選手にしました。そして、もう一人サクセスからヤーベンですね。ヤーベンこれね、スキンつけと思ったんだけどね、まあ、もともとね多分海外の選手、アメリカ人なのか分かんないけどっていう設定だとは思うので、肌がね白いのは、まあ、それはそうなのかもしれないけどね、まあ、もちろん黒い、まあ、肌が黒いっていう可能性ももちろんありますけど、ヤーベンの場合白い、ね、白人の選手をこう、まあ、イメージしてるのかなと思うんですけど、なんかねこのなんだろうな、ユニフォームのせいなのか、なんかね肌の色が白っていうか、もうなんかねグレーがかってるんだよね見えちゃってね、なんかね大丈夫かと言いたくなるぐらい顔色悪い感じなんですけど、まあいいかなと思って、はい。で、控え選手ピッチャー、今回の1年生2人ピッチャーいるんですけど、2人とも名前つけました、1人目が吉田康生ですね、はい、今年の甲子園の、はい、ピッチャーですね、有名ピッチャーですね、はい。そして、もう一人柿木いい選手です。そして、この3人、宮川、岩井、石田、この3選手はまだ、特にね名前を変えたりはしてないです。もし今後ねリクエストとかあれば、ちょっと名前を採用させてもらって名前変えられたらなと思ってます。ということで、もしよかったらぜひコメント欄で名前のリクエストお待ちしております。はい、ということで、ちょっとね紹介とかで少し時間経ちましたけど、もうせっかくなんで早速試合に行きたいと思います。これはもうこのままいっちゃおうかな。前評判 E の高校が、1回戦目の相手となります。久々とか初めてかもな、うん、総合戦力 E なの。ちょっとじゃあ練習指示は、まあ、サクッと済ませましょう。よし、これでいきましょう。さあ、ちょっと初戦はね、まずここはもう絶対に勝ちたいですね。ここをずっともう夏大会は全然ね初戦でもう落としてしまっているので、まあできればまず甲子園出場ってところをね目指していきたいですけど、まあ、その前にね初戦から勝たないともうどうしようもないですからね。さあ、ここはどうしようかな。大城もいいけど宇佐美もいいかなって思ったりもしますね。さあ、じゃあ、まあ、大城にしますか。お、桑田いいね、絶好調。ナイスナイス。特に変える選手はいいかな、これで。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会一回戦の模様をお届けします。さあ、行きましょう。一塁側、高校チーム。三塁側、豊岡。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。総合戦力 D か、まあ、ちょっと前評判よりは上でしたね。さあ、ちょっと待って点数取られちゃってるぞ、まさかの桑田、絶好調の桑田が、しかも被安打に四死球1で2点か、これは効率悪いな。そっか、うわーボテボテ、いやーダメだ。おー、オッケー、とりあえず1点、よしよしよし、ちょっと1点ずついこう。これかな。お、どうかな、落ちてほしい、ポトッと。うわー、ダメか。これでワンアウト、ランナーはありません。よし、ワンアウト寝る。これはこれはもう絶対に同点にさせたい。進塁打したいと気もするけど、内野安打狙うっていう手もあるだしな。
一旦積極で引っ張り、あーダメか、くそー、ちょ慎重で足早いね、まあ、転がせで、もしくは流しでもいいか、流し行こう、おーどうだどうだ、いいとこ飛んでるよ、落ちろ落ちろ、よし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 、オッケーオッケー、とりあえずオッケー、よし、さあこれはちょっと待って、ピッチャーとか全然見てなかったね、簡単に、あークイックし148か、あとはキャッチャーのあれだな、肩次第でボルトは走らせられるな、肩いい、うん、いけるかな、走力 B で盗塁 A 持ちだからな、いやいける気がする、よしこれはもうバントだな、あ違う違う、盗塁だな、癖も使っといて、もう初っ端から行こう、盗塁、よし OK、 よしよしよし OKOKOK、 そしてスクイズ、まずは同点、バント丸持ちだしね、オッケーナイス、よしよし、いやーもう今作の栄冠ないはね、バントがいい感じでね使えるので非常に助かる、これ魔物な、使いたいとこだけどツーアウトなんでちょっと取っときますか、ここは第1球、慎重で流し、ダメか、ただ宇佐美が魔物を このゲームで持ってるっていうのは分かりましたね、強振積極の引っ張り、おーナイスバッティング、 OKOKOK、 OK OK OK、お、ノーアウト1、2塁、エムバペか、ここは、いやーちょっと待って、これ送りバントだろ、ここは無難に、うんですね、あーどうだ、あー危ない危ない危ない、よかった、 OK ラッキーボーイ、 OK、 よーし、いいぞいいぞ、しかもいい当たりだし意外とオッケー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 、結果的にないバッチ、よーしオッケー、いやー食物連鎖いいな、うーんこれも使っちゃいましょう、うん、お、あー残念、これでツーアウト、おお桑田ツーベースってんだ今日、やるなー、まあ、お任せでいいかな、ちょっと1回だけ積極にしてミートお任せのお任せ、まあ狙いとしては悪くなかったけどね、ちょっとこう流し方向に進塁打っぽくこう強い当たり打つって意味ではね、あー8裏か、これランナーいないけどな、ランナーいたらね闘魂使いたいなと思ってちょっとずっと取ってたんですけど、もうここは使っちゃいましょう、さあこれでパワーがね S になってるので、強振こうだね、おおどうだ、うーん残念、当たり悪くないんだけどな、あランナーいますね、あ金本か、金本これ変えてもいいっちゃいいよな、もうそれこそ魔球に盗塁させてっていうね、ちょっとそうしましょうか、うん、ちょっとこう選手出すっていう意味でもね、よしさあこれで、盗塁させます、いけるいける、いやいけない、くそいけなかったか、やっぱ盗塁 C はな、
B やっぱ青戸くんなるのとやっぱ違うよな。そこはやっぱり違うんだろうな、相当な。うん、これはこのまんまでいいですね。さあ桑田、これねどうしよっかな。一応守備は上げときたいですよね。変えてもいいか、うん、変えましょう。ピッチャー上田、上田先出して、第9いやいいね、ストレートが速いのは非常に気持ちいいね、見ててね。OK。これでワンアウト、ランナーはありません。さあこれツーアウトになったら、控えの選手をね、もろもろ全員ちょっと出していけたらかなと思ってます。あとピッチャーもね、妙意みなに変えるっていう。おー取れるよね、 OK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 。 いいよいいよ。バッターは代打山梨。さあここでがっつりと変えていきましょう。守備でシュネルキャッチャー、長野でヤーベンだね。でセンターにマッキュー、長野ライト、ヤーベンレフト。まあこの辺はどっちもどっちだな、どっちにしてもあんま変わんない。よし、うん、これでいいでしょう。で持って一応これを使っとく。スタミナと守備、おーいいねいいね。もう守備はもうかなり上がったでしょこれで。よし、オッケー。あーうっさ、危ねえ、危い今。はい、ということで、いやーちょっとね、2点最初取られた時はうっていう感じで焦りましたけどね。まあ途中からこう同点そして逆転とね。いや食物連鎖のあのね犠牲フライのアイコンチョイスで結果的にねライトオーバーのツーベースっていう、ここが一番いやーでかかったね。あそこで2点タイムリー打ってくれたのはね、もう非常に荒れなかった、ちょっと試合展開分かんなかったかもっていうぐらい、いやーとにかく良かった。いや今回本当食物連鎖をスタメン起用して正解だったね。はい、ということで今回ね、戦力は相手戦力は D でしたけど、まあなんとかね、2点差で勝つことができました。でちょっと2回戦目までなんか結構空いてるね。うん、ちょっとこう次のね、まだ相手の能力戦力分かってないですけど、まあこれのね勢いにね、まあこの勢いでね、まあ、しっかりと勝っていきたいですね。はい、ということで今回は一旦この辺で区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。